マジか。わ、すっごい今ボサボサだった髪の毛。ショックマイヤー、可愛い、ありがとうございます。ね、ボサってるよね。まあいっか、寝癖つきますよ。私寝癖めっちゃつく。いつもアイロンしてるからね、ストレートなんですけど。西見よ、西見よじゃない。なんでだろう。いや、そう、後ろ見えないから。ショールームはいいんですけど。マジか。知らんかった。たくさん今日は寝まして、何時間寝たかな。6、7、8時間ぐらい寝ました。ハートありがとうございます。なんかゴミもついてるし、ハートありがとうございます。今日は30分だけしたいと思います。いいね、ありがとうございます。ちょっとね、やらなきゃいけないこと、いや、何回も言ってるんですけど、やらなきゃいけないことが本当にいっぱいある。30分だけにします。かわいい、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。ありがとうもありがとうございます。明日公演ですよ。バラもありがとうございます。明日来てくださる方っているのかな。いつも確認してる。明日来る方いますか。いなさそう。ファイトありがとうございます。いますか、挙手。え、そういうこと。71位に西井美代って書いてある。本当だ。あって、そういうことだから西井美代っていうコメント来てたのね。あ、そういうことね。そういうことか。何の話かと思った。西井さん隠れてますね。バレましたね。言われなかったと私気づかなかった。西井さん、違う、に間違えた、西井さんシュートした。西井みあれ？偽物？どっち？確かに、確かにトロサーモンだったよね。わかんない。どっちですかね。もう西井さんならコメントしそうな気もする。確かにトロサーモン、あれ変えたんかな。私はさつまいものままなんですけど、なんかさつまいもってでコメントしても割とスルーされることが多いんですよ。そうそうそう、だから本当に気づいたファンの方があの伝えてくださるんですけど、そう
私もね普通の名前に戻そうかなって思ってるんですよね。あら、ありがとうございます。どっちだろう。サイン申し込み完了です。ありがとうございます。まだまだあれかな、期間あるかな。このハッシュタグどんどん使っていかないとなと思ったのでこれにします。あさってまでだそうです。皆さん、あさってまで。やばい、悩んでたら終わりますよ。2日なんてすぐに。私も忘れてなければギリギリにでもまたお知らせします。申し込んだよ。ありがとうございます。申し込んだから大丈夫よ。ありがとうございます。なんか白いね。名前をお呼びできる機会がやっとです。まだ止まってますか？まだ止まってる？まだ止まってる？まだ止まってる？なんか今日めっちゃ電波悪いっていうか電子レンジ使ってるからです。なんか言いたいことあったんです。あ、今メタモンの靴下履いてますっていう報告。よいしょ。え？止まってる？Wi-Fi 切ったんだけど。あ、もう大丈夫。動いてますか？今日から履き始めました。お母さんも今履いてます。私も今履いてます。あれは今朝、本当に今朝撮ったやつです。写真は柄がちょっと違うんですよね。履いたままはちょっと見せれない。あのなんかどっか体ひねりそう。あったかいんですよ。本当に霜焼け対策バッチリ。メタモンって何？ポケモンのキャラクターです。うん。クリスマスのやつありがとうございます。懐かしい。あったかいんだから懐かしいですね。あ、生誕って受け取りました。ありがとうございます。使ってくださって。ぜひ来てください。私、あ、まあ今はちょっと寒いかもしれないけど、夏とか。
大富豪ね、あんまり最近できてないからしたいな。今月はでもね、盛りだくさん。なかなか覚えることも多いんですけど、なんか私普段香水あまりつけないんですけど、持ってて一個だけなんかすごい安く買ったの、なんか安くなってていいやつが、それで買ったのをね、今日久しぶりにつけたらいい匂い皆さんには伝わらないけどいい匂いなんですよね。まだ匂ってる。朝つけた、朝じゃないそうそう朝をつけてた、昼ですね。何の匂いだろうね、わかんない。いいね、ありがとうございます。なんて香水、忘れちゃったな。ドルチェ&ガッパーナじゃないです。普段本当つけないんですけどね、なんかつけようと思って買ったんですけど忘れちゃう。だから習慣にしないとつけ忘れますね。なんか握手会とかあったら、あ、でも私本番前、なんか本番前に意外となんかお客さんにも匂いが伝わるみたいな話を聞いて、クリスマスのやつありがとうございます。それでああ待って、明日青が見に行きますって方がいらっしゃった、ありがとうございます。ぜひぜひぜひお待ちしてますね。あ、247日もありがとうございます。そう、話の途中だった。なんて言ったっけ、なんて言ったっけ、香水を、あ、そう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 、公演の前にたまにつけてるんですけど、さすがに変わらないかなんか自分がいい匂いだなって思うから、そうそうそう、一応ポーチには入れてる。拍手ありがとうございます。ちきちゃんはサンリオの中だとどのキャラクターが好きですか？サンリオは、サンリオはね、選べないな。サンリオか。シナモンとか好きか。シナモンも好きだし、ヒキララも好きだし、ポムポムプリン。も好き。あとは、あと誰いたっけあとはね、あとありがとうございますかな。なんかサンリオあんまり持ってないんですよね。車で30分、車で30分。デューロランドはね行ったことないと、あるのかな、記憶にないだけなのか。難問だけど、キキとララではどちらが好き？なんか大体ピンクと水色のキャラクターいたら
大体私は水色の方でしたね。なんか家とかそのお姉ちゃんと私だったな。ピンクはお姉ちゃん、水色が私みたいな感じだった気がする。うん、いや私もわかんない、どっちがどっちなんだろう。キキがピンクかな、ララが水色かな。バツ丸しか勝たん。バツ丸も可愛いよね。シナモンのヘアピンはどこ持ってないの。あのね、マイメロのヘアピンをお姉ちゃんと1個買ったんですよ。2人で2個入りのやつを買って1個ずつ持ってたんですけど、どっかやっちゃいましたね。本当にピンはめっちゃなくす、なくしちゃう。だから今も私自分のピン持ってないんですよ。そう、お姉ちゃんのいつも使ってます。なんか最近増えて、なんか黒いっぽいやつとなんかキャラクターのピンが置いてあるのでいつも使ってます。割とねちょっと高いんですよね、キャラクターのピンって。あー、ドラえもんもあるよね。ドラえもんも可愛いなって。けどまあ私うん、なんかスキンケアするときはこう前髪留めるんですけど、メイクしてるときはあまり留めなくて跡ついちゃうんですよね、前髪。それが嫌なので、あのいつもメイクするときはこのままやってます。うん、だからあんまりピン使わない。ハートありがとうございます。こんばんは。メイクって何パターンか、ね、でも最近は公園ではあれブラウンメイクばっかりしてます。なんか制服の衣装ってあんまりカラーメイクが合わないので、王道のブラウンを最近は使ってます。本当ありがとうございます。カチューシャもつけてないね今は。すっぴん公演はしたくないですね。なんかリハの映像とか見させていただくんですけど、そのリハってまあ、すっぴんなんですよ、もちろんメイク崩れちゃうから。そう、それですっぴんなんですけど、それの映像をね前見させていただいた時にみんなすっぴんで面白かった。みんな可愛かった、すっぴんでも。私はすっぴん嫌だけど、嫌だとか言いながら思いっきりね、まあすっぴんなんですけどね角度とかあるから。レッスン着公演は全然いいんですけど、多分私たちの気分が衣装を着たいので衣装着させてください。衣装着た方がね全然気持ちもちょっと変わってきますね。やっぱ上がります、衣装着ると。だからもっとなんだろうな、青春ガールズはブラウン系なので、なんかもっとなんだろうな、カラフルな衣装とか、それこそまあ今はできないんですけど、コンサートとかになってきたら多分衣装が変わってくるので、それはそれでなんか違うメイクを考えたりしたいなって思うんですけど、今はなかなかねできなそうなので。年末は変えてみようかなと思ったりしてます。リップの色とか気にしますか？
イップはね、ここだけの話なんですけど、先週まあこうリップ塗って出るじゃないですか公演で、まあ、最初3曲歌っても汗だらだらになるんですよ。もう汗やばくて、で若干、まあ、メイクもそれは落ちたりするんですけど、でその次中4曲は結構大人っぽいのが多いじゃないですか。大人っぽい4曲じゃないですか。なので私は1回そこでちょっとリップを濃くするっていうのをちょっとやってます。ちょっとね、なんか赤ピンクみたいなリップなので、なんだろうな、その制服にリップだけ真っ赤っかだと多分変なので、そうちょっとだけ濃くして、あとシンデレラの前ももう一回塗り直してます。シンデレラは特に赤の衣装だからなんか濃く塗った方が合うのかなと思って、本当に多分分かんないかも、画面越しだと。あと画面越しだと分からないのと、あと着替えがあまりにも遅かったらさすがにリップ塗ってる時間ないので、そういう時は塗れないんですけど、早着替え成功してたらリップ塗ってます。本当は思いっきりねリップの色変えたりとかメイク変えたりとかしたいんですけど、なんせ早着替えがそこまで得意じゃないので必死なんでね、あんまりリップ塗ることしかできない。リップ塗る時間って言っても多分こうショールームだったら変えて塗ってるじゃないですか、こう言ってもう劇場だったらぐらい本当にね、もう時間ないんですよね。だからもうやばいやばいって言っても汗拭いてやって出てる。こんなことはしてないめっちゃ急いでる。まあ落ちないリップを使うことが一番ですね。そうだからはみ出たりとかしないようにそこだけはチェックして、そうそうそう、綺麗にはね塗ってる時間はないのでパパパパパッと、そうだからめっちゃ近くに置いといてすぐ取れるようにすぐ塗れるようにしてます。おばきゅうおばきゅうになっちゃう。やだ、おばきゅうでね不思議だらとか踊りたくないね。ハベにも怖いよねこんなこと言っていいのか。そこだけはちゃんとチェックしてます。リップ大事。どんなさどんなにうまく踊っててもね、気にそっちに目いっちゃうからさ、結構自分たちでもチェックします白い衣装あるから、おばきゅうて、おばきゅうに見えてきちゃうじゃん。バージンラブとおばきゅうに見えてきちゃう。履き替えもどうなんだろう、早くなったかな。ちゃんとでも片付けながら着替えはしてます。うん、ちゃんと脱いだものは片付けるってのはしてますね。毎回不安になっちゃう、合ってるかな合ってるかなって。なんかもう次の
公演が明日ですか、明日がなんか確か10回目だったのかな、私もわかんない、数えてないからわかんないんですけど、やめて明日の公演やめて、何回目なんだろう、もうちょっとで10回目なのか、明日で9な 9?そんくらいになるみたいです。そろそろ時間っすか、そろそろ時間っすね、明日も公演なので早く寝たいと思います。よし、じゃあ終わろっかな。明日はそうですね、朝ですね、平日なので7時40分からになります。明日来てくださる方はお気をつけて来てください。ではランキング見ます。13位ありがとうございます、12位ありがとうございます、11位ありがとうございます、10位ありがとうございます、9位ありがとうございます、8位ありがとうございます、7位ありがとうございます、6位ありがとうございます、5位ありがとうございます、4位ありがとうございます、3位ありがとうございます、2位ありがとうございます、1位ありがとうございます。では終わりたいと思います。じゃあまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。また明日。バイバイ。見てね、明日。バイバイ。